どうも皆さんこんにちは、星座ライダーのチャンネルへようこそ。今回は面白いアメリカのお菓子を紹介したいと思います。それはこちらです。 Sweet and Salty Bugles Caramel の紹介です。 Bugles はアメリカのとんがりコーンですね。まあ当たり前に見てわかると思いますけど、 Sweet and Salty、 甘い&しょっぱいって書いてあります。 Artificially Flavored、 そのままの味ではないんですね。これはちょっと微妙なお菓子ですね。あとなんかまずそうなお菓子です。日本で売っているポテトチップスあるじゃないですか。いちごショートケーキや抹茶味、みかん味とか、あと桃味とか、そういうのがあるじゃないですか。そのアメリカ版ですね、こちらは。他にもなんかチョコレートピーナッツバターとかありました。果たして美味しいのか食べたいと思います。キャラメルの匂いがすごい。甘いのとしょっぱいのと美味しいのかな。とんがりコーンにキャラメルをかけた感じです。それではいただきます。まあまあ美味しいですね。少し変な味ですけど、まあまあ美味しいですね。とんがりコーンの味とキャラメルの味が同時に来ました。ほとんど甘くて少ししょっぱい味です。皆さんキャラメルポップコーンを知ってますか？ポップコーンにキャラメルがコーティングされたお菓子なんですけど、そちらに似ています。美味しいですけど、なんか味が少し飽きてきますね。点数は70点ぐらいですね。美味しいですけど癖になる味ではありません。オリジナルのビューグルズとか去年紹介した辛いビューグルズは本当癖になる味なんですよね。一回食べるともう何個でも食べるっていう感じなんですよね。全然飽きない味なんですよね。でもこちらは逆に何回か食べるともういいやって感じですね。たまに食べてもいいビューグルズだと思います。あ、また買いたいっていう感じではありませんね。 Sweet and Salty Bugles Caramel の紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。